はい、バタフライランタン今ちょっと圧力高めで、ちょっと放置してます。到着してメンテナンスをしたところは3気圧ぐらい、メーター3ぐらいまでね、圧力をかけるとこのバポライザーっていうのかな、ヒーターの根元に、がちょっと漏れてたので、シーラーを入れました。あとは各種この給油口のところに、グリスをちょっと足したぐらいかな、このポンポンのところも含めてね。で、朝ホームセンターに行って、こんな何だ、リフレクターを作ってみました。使い方はここね、柱があるんでここを入れて、ここへ入れるとちょっとポチ作ったんでね、多分そんなに外れないかなと思います、設計図もなしに毛書きだけで作ったんで、ちょっとこっち余ってたりとかしますけどね。どっちの方が使いやすいかな、これでいいのか。じゃあ初展開いってみたいと思います。入れてる燃料は初点火の時、長崎さんがね、半分ぐらい、ガソリン入れてガソリンで燃焼させた方がいいよと、海外の方から教えてもらったっていうことなので、今回入れてるのは、ホワイトガソリン、ホワイトガソリンで、半分ぐらいは半タンク1回使ってから灯油にしようと思っています。そこかな、ついてんのかな。ついたっぽいんだけど、から焼きできるかな。あ、燃えてますね。しばらくこれで放置したいと思います。リフレクターを外します。バーナーも突っ込むかな。
ちょっとね、まだ黒かったりするんでね、穴開いたかな。ちょっとしばらく発燃焼楽しんでみたいと思います。これで遊んでみたいと思います。以上です。